いいかな。おお、うまそう。音がすごい。音が。リュウジの動画。はい、どうも皆さんこんにちは、リュウジです。今日はですね、この前のバンケ撮りの動画の続きになります。バンケを撮った後に、じゃあ料理をしましょうというところで、あやとさん家で調理をするというような動画になっています。そして料理をした後に、どういうね、カルビがマッチしたのかっていうこととかね、皆さんにお伝えできればなと思います。ジョンザブロのトミコさんとどういうやり取りをしてきたのかとか、あやとさんとどういう話をしてきたのかみたいな内容ですね、紹介できればなと思います。それでは、VTR、キュウ！本当はこんなさ、ちょっと氷飲むの、うん、この水は詰めてはぎ、うん、山水引いてるってすごいです。この辺はの、私料理冗談でもしはねぐなきゃ何もしたの、うん、じゃあ、ね、油はや、うん、だいぶ あっちいくなってから入れだ、あれ塗ると、うん、ビチャビチャと天ぷらなきゃ、うん、温度とかは測るの、だからね、大体わかる。これどうなると温度がちょうどいいっていう、この割り箸入れでどういう状態になるの、ハス入れてこの泡の出方の、あんまり揺れとんの、ダメだな、まだ。時間で言うとどんくらい揚げるんですか、これ。どのくらい揚げるの、はい、大変だ。大変。あ、でもいい感じで伸ばす。うまそうの、大変だ。このくらいの色になったらいいのに。本当はほら、あめだな、あればいいと思って、うん、これで使ったと思う。やっぱのこういうおばあちゃんがだから、うん、いろいろ食べ物もらったりとか、ね、この明日の弁当までもらってしまう。これ明日の弁当、素敵ですね。素敵なやつ。これすぐ寝たての、自分作るよりよんだ。あの92歳のふみさんっておばあちゃん、はい、騒いで作るよりだば、あの、うん、あのいろいろ味噌汁とか作って食って、あとこれ消えっつって結構もう作って持ってきてくれるんで、この舞茸は美味しいんだの、天ぷらの、舞茸の天ぷらの、うん、美味しい。例えばトミコさんおいくつなんですか。え？おいくつなんですか。おいくつだって、はい、20歳。何年生まれ忘れたの。忘れちゃった。難波くん平成何年。5年ですね。平成5、うん、あ生まれ、あら、羨ましい。トミコさんの若いじゃん。いやでもトミコさんの方が年下だ、うん、そう、天ぷらをコーヒー下げた。シルフが残ったのこれコスサーやっぱりやるの、天ぷらも。ちょっと食べてみる、食べてみて、熱いの前、うん、うん、これ結構も、うん、うまっ、え、うまいっすね。うまっ、この上がり具合もカラッとしてて、はい、おい、うめっ。苦味もいい、そう、うん、なんだろう、うん、あー、うまっ。こういだば、うめなですね。うめっ、このでかさよ。いやすげえ。私、天ぷらにとよ、うん、これはバンケ味噌、バンケ味噌、これほら、あっちなさいってよ、青目だな。青目って何？青目って何？パッといて、ほら、青くなんでる？
パッと熱湯さいで、パッとあど青くなったら、揚げて冷たい水で、冷やして、でこれを水濡れして絞っておいたな。ここでほら図鑑かかさげ。料理番組になったのんら。いつからそうなったな。それじゃあ、南波さんの味噌やさげ。はい。多めね。火にかけるんですか。うん。それでのこの味噌を生だと薄くねな。だけ生、味噌が生でねえなったら、ほんと止めな。入れるのはそのこれ作っとくの、あのいくらさあの酒いっぱいでもの、後でこのサマと買ってくなんな、メレンをいっぱいで酒はちょっとの、ここは混ぜながら、うん、混ぜながら火強いとよ、あの味噌さ焦げつく酒、あの油力して、この味噌が生でねばといい酒、ほらあやとさもっと味噌入れればいいかも少し。こんなもんでいいやんね。いいか、こんなにバンケ入ってるバンケ味噌ねやんね。おいねえ。これだっぱバンケ味噌ね、味噌バンケだもん。だの。バンケの方が多いから。うん。さっきもう少しいいかって。入れたて。いいいい。こんぐらいの方がいい。この舞茸も梅だから。結構か。おたけよ、梅だ食べらんね。次もこれ。バンケをくず、おいしくてよくすっと飲むな。あ、俺はこんぐらいの方が好きです。どうぞ。これうまい。はあ、おさばさこねもねやねが無くなって。いい人いればですけど。いい人いるよ。いっぱいいるよ。いっぱいいるよ。じゃあ大沢さん無効来るしかね。今日も何でも賛美ねってしたな。したかよ。サンサバレなんねかすけ、シバーのサングラスしてシゲでもつけたってこういうバカバカしい話まで私たちなんてやつこっちもおかしくなったやとのおかしくなったんだよ私の話おかしくなってきたおかしく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 なってきたよいしょ、はい、ということで、はいありがとうございました。どういたしまして。ごちそうさまでした。梅さんもありがとうございました。ありがとう。何食っても梅家のですね。特に天ぷらの、番家の天ぷらは梅家の味だ。すぐだな。僕はですね、番家味噌。あ、番家味噌の。あれハマりますね。番家の方が多い、あの多い味噌番家。味噌番家だな、あれなら。味噌番家だ。ちょっと大沢シリーズ。撮りたいですね。というわけで今回は大沢で飛子さんと綾人さんと一緒に、はい、撮らせていただきました。嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、それではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。バイバイ。はい、ありがとうございます。